ブルーストリパノソーマはトリパノソーマ族に属する寄生性原中の一種。せせバエによって媒介される重血性の弁毛虫であり、人の睡眠病、動物のアフリカトリパノソーマ症などの原因となる。形態的には水弁毛型と上弁毛型に対別でき、このうち水弁毛型は血流型、プロサイクリック型、メタサイクリック型に分類される。 全弁毛型や無弁毛型は基本的に生じない。ブルース・トリパノソーマの生活環感染しているチェチェバイ、節梅が哺乳類から吸血する際にメタサイクリック型の原虫が皮膚に注入される。原虫は宿主体内で血流型へ変態し、リンパ系から血流へと流れ込み体中へ運ばれる。常に細胞外伝に分裂により増殖する。血流型原虫節梅は、 吸血する際に、血液中の血流型原虫を取り込むことにより、感染する。せチせェチェバへの中腸で、プロサイクリック型へと変態し、二分裂により増殖する。中腸から脱出すると上弁網型へと変態し、唾液腺に到達して、増殖を続け、一部がメタサイクリック型へと変態する。せチせェチェバへでの発育には3週間ほど応用する。 ブルース・トリッパノ・ソーマの細胞核ゲノムは1、メガ塩基体以上の大きな染色体が11体と、それに満たない100種ほどの小さな染色体群からなっている。この小さな染色体群には主に抗原多形に関与する遺伝子が存在している。ミトコンドリアには通常のゲノムの他に多数のミニサークルが存在している。マキシサークル DNA 上のおよそ半数の遺伝子は、 そのままでは意味をなさず、転写後に膨大な量の RNA 編集を経て、初めて翻訳可能になるのだが、ミニサークル DNA 上に、この RNA 編集に必要なガイド RNA が、コードされている。細胞骨格の模式図細胞表層には、ペリクルした微小管が、細胞の前後軸方向に走っている。曲線は、細胞前方が引く端、後ろが足す端である。 これらはほぼ均等間隔になっており、細胞の成長に伴って既存の微小管2本の間に新しい微小管が配置される。弁毛は一般的な Q プラス2構造の軸糸とそれに沿った副弁毛管からなる。弁毛は厳虫の運動に用いられるほか、プロサイクリック型が節場へ中腸に接着するのにも使われる。細胞表面は血流型では変異性。 表面等タンパク質、プロサイクリック型では、プラサイクリンという等タンパク質によって密に包まれている。VSG は、ブルーストリパノソーマが、宿主の免疫系から継続的に逃れ続けて、慢性的な感染を維持するのに、中心的な役割を果たしている。VSG は、原中表面を完全に覆っており、免疫系は、VSG 以外の構成要素を認識することが、できない。 その上 VSG は数選手の遺伝子の中から周期的に一つだけが選択されるので免疫系が特定の VSG に対する免疫を獲得しても VSG が変化することで無効化されてしまう。抗原多型編集、VSG 遺伝子とそれに対応する抗体の関係ブルーストリパノソーマのゲノム解読により数選手に及ぶ巨大な VSG 遺伝子プールの存在が明らかになった。これらのうち一度に一種類だけが発現しており、残りはすべてサイレントである。VSG は抗原性が高いため、免疫系はこの特定の VSG に対する免疫応答を獲得して、原虫を排除することができる。しかし原虫は細胞分裂の際に1%ほどの確率で発現する VSG 遺伝子を変化させる。 免疫系が新しい VSG を認識できるようになるためには数日を要するのでこの間に原虫は増殖するこの原虫はその後免疫系によって排除されるがその頃には次の VSG 遺伝子にスイッチした原虫が出現することを繰り返すこうしてすべての原虫を排除することができずに慢性的な感染が継続することになる VSG 遺伝子の延期配列は 変異は非常に大きいが、防御能を発揮するためのタンパク質構造はよく保存されている。C マッタ端100残器ほどは4つのアルファヘリックスが束になる構造をとり、ここは配列上もよく保存されている。その C マッタンドメインの周りを300から350残機からなる N 末端ドメインが取り巻いている。N 末端ドメインは配列上は変異は大きいものの、 三次構造はよく保存されていて、細胞表面を物理的に隠蔽できるようになっている。VSG は、ほもに両体を作り、グパイアンカーによって、細胞膜に結合している。ブルーストリパノソーマのゲノム中には、多数の VSG 遺伝子があるが、そのうち5%ほどがそのまま発現可能な、完全超遺伝子で、それ以外は直接には発現できない二次遺伝子となっている。 これら二世遺伝子は、相当組み替えによって、モザイクを生じることにより利用可能になる。これにより原中は無限の VSG 遺伝子群を持つことになり、それゆえワクチン開発が困難になっている。発現している VSG 遺伝子は常に染色体末端の発現領域に存在している。発現領域にある VSG 遺伝子は、多数の発現領域関連遺伝子群と共に、 ポリシストロニックな転写、翻訳が行われている。ただ、発言領域は20箇所ほどあるが、実際にはそのうち1箇所だけしか同時に発言されない。これはいくつかのメカニズムの組み合わせで実現されているようであるが、詳しいことは未解明である。VSG 遺伝子の発言転換は、それまで発言していなかった発言領域が発言されるようになる場合と、発言している。 発言領域の VSG 遺伝子が変化する場合とがある。VSG 遺伝子の候補はミニクロモソームや染色体内部の反復部位に多数存在しており、ゲノム全体の10%ほどがこうした遺伝子候補で占められている。これらのうちいずれかが組み換えによって発言領域に移動することで新たな VSG 遺伝子が生じることになる。トリッパノソウマ族は古典的には 弁毛虫ナ原弁毛注目トリパノソーマカ、分子系統解析に基づく分類体系では、夕暮れのゾアモンキネトプラスと、ズナトリパノソーマメトリパノソーマカにところ属する。さらに発育パターンによって二群八ア族に分類されており、ブルーストリパノソーマは、サリバリア類、トリプナゾーン亜族となる。この亜族はチ、節ェチェバへの中長及び、唾液腺で増殖し、 発育週末型が、唾液中に排出されることを特徴とするが、後に述べるように例外的な生活感を持つものもある。馬、ロバ、ラクダ、犬で、致命的なブルシー、人のガンビアトリパノソーマ症の原因となるガンビエンセ、人のローデシアトリパノソーマ症の原因となるロディゲンスの3ア種が知られている。またラクダなどのスラ病の病原体である、T と、馬のの病原体である。 t.e. クイパーダムも生物学的にはブルース・トリパノソーマの変異株内視野種だと考えられている。ブルース・トリパノソーマ TB ブルシー・プリマーブラッドフォード1899家畜に長ナ,ナ病を引き起こす病原体の一つ。ローデシアトリパノソーマ TB ロディゲンスステファンズファンサム1910人のアフリカ睡眠病の病原体の一つ。アフリカ南部 東部に分布しており、野生動物や家畜が主な補充宿主である。サバンナに多いグラッシーナモンサターンズグループが媒介する。ガンビアトリパノソーマキービーガンビエンセダットン。1900に人のアフリカ睡眠病の病原体の一つ。主にアフリカの中央部、西部に分布しており、主な補充宿主は人であるが、豚やその他の動物からも見出される。 水辺に多いグラッシーなパルパリスグループが媒介する。エヴァンストリッパノソーマティー、エヴァンジーバルービニー、1888ラクダや、馬などのスーラ病の病原体。北アフリカから東南アジアにかけてと、南アメリカに分布している。アブやコウモリなどが、機械的に媒介しており、そもそも節媒体内では増殖できない。公益トリパノソーマティー、イークイパーダムドフライン。 1901馬の交易の病原体。世界中に分布している。例外的に昆虫宿主を必要とせず、交尾によって感染する。これまでの研究が示唆する通りブルース・トリパノソーマとエヴァン・ストリパノソーマが同一種だとすると、この種は国際動物命名規約における選手権の原則により当然トリパノソーマ・エヴァンジーと呼ばなければならない。なお中南米で、 シャーガス病を引き起こすのは、クルーズトリパノソーマという別種であり、同じトリパノソーマ族の原虫であるが正常に、かなりの差がある。1901年、イギリス植民地の下界、ロバート・マイケル・フォードが、ガンビアの船長の血液から、虫を発見し、それを数ヶ月後に、内海、ヨゼフ・エベレット・ナットンが、トリパノソーマ族の原虫と同定して、トリパノソーマ・ガンビエンセとを命名した。 1902年、イタリアの病理学者、アルド・カステラーニが、アフリカ睡眠病の患者の髄液からトリパノソーマを見出し、これが病原体であると考えた。すでに1895年には、スコットランドの病理学者、デビッド・ブルースがトリパノソーマを、牛の長名病の病原体として発見していたが、彼は1903年に、トリパノソーマが、セせバイによって媒介されるという証拠を得る。 1910年には、アフリカ睡眠病の2番目の病原体として T、T. ロディゲンスが発見される。学名は、ブルースがイギリスに送った感染した犬を調査した、プリマーとブラッドフォードにより、ブルースへの懸名として命名された。トリパノソーマ族のうちブルース・トリパノソーマの属するツバ、生類の分岐はおよそ3億年前に遡ると推定されるが、媒介者である、 雪バへの出現が3500万年前であるので、この時期に現在のものに近い幻虫が現れたと考えられる。以来野生動物の寄生虫として長い時間をかけて適応しており、そのため野生動物に対してはほとんどの場合特に病原性を示さない。一方家畜が雪バへ生息地域に導入されたのは1万年ほどのごく最近のことであり、それゆえ未だ家畜に対して、 病原性を示すものと考えられる。また、樹状性の霊長類がトリパノソーマ症にかかるのに対して、人は大抵のトリパノソーマに対して耐性を獲得している。ブルーストリパノソーマの2種はごく限られた例外であり、おそらく比較的最近になって、人に対して病原性を示すようになったものである。ガンビアトリパノソーマはより適応が進んでおり、一方、 ローデシアトリパノソーマは未だ人には適応していないため急性の症状を示すと考えられる。ありがとうございます。